皆様お待たせいたしました。本日はボートレース大村へご来場いただきまして誠にありがとうございます。また先ほどは優勝戦にご声援賜りましてありがとうございました。さあこの後優勝者表彰式を行いますが、それに先立ちましてただいまより本日の第9レースにて現役生活最後のレースを走り終えました長崎支部小泉秀人選手の引退セレモニーを開式いたします。さあそれでは皆様ステージ中央にご注目いただきましょう。登録番号2505番、長崎支部小泉秀人選手の登場です。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。さあ小泉選手の登場でございます。さあまずは公益社団法人日本モーターボート選手会から花束の贈呈があります。贈呈者は今節デビューした長崎支部の小林雄介選手と田川大輝選手です。さあそれでは小林選手、田川選手お願いいたします。さあ今節デビューしました2人から今節引退となります大先輩への向けて花束です。それでは小林選手からどうぞ。さあそれでは田川選手もお願いします。さあ小林選手、田川選手ありがとうございました。お疲れ様でしたという大きな声もかけていただき大先輩へ感謝の気持ちを花束に乗せて送っていただきました。でさあ続きまして施工者を代表して大村市モーターボート競争事業管理者小川幹事から花束と記念品の贈呈を行います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ管理者小川幹事より花束と記念品の贈呈でございました。さあそして本日応援に駆けつけてくださいましたご家族を代表いたしまして小泉選手のお嬢様マミ様より花束の贈呈を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ優しい笑顔がねそっくりなお嬢様、さあ映ります。さあもうしっかりと送っていただきました。さあせっかくですのでここで記念撮影のお時間を取らせていただきたいと思います。どうぞカメラをお持ちの皆様にはご遠慮なくこの2人の表情を、ね、記念にお納めいただければと思います。さあ無事に最後のレース走り終えたその安心の一安心の表情、そしてお父様としての優しい表情を見られました。ありがとうございました。お嬢様のマミ様、今日はありがとうございました。さあたくさんの花束思いを送っていただきましたところでいよいよ小泉選手にお話を伺いたいと思います。さあ皆様には今一度小泉選手ご注目いただきたいと思います。さあ改めて本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ現役生活ラストラン1コースからしっかりと逃げての1着となりました。どんなレースですか、振り返ってみられて。まあ、1万回以上走ったんですけども今まで感じたことないプレッシャーでした。あ、プレッシャーで、それはもうスタートの時から。そうですね、経験したことない、現役生活最後にしても未知の世界のレースだった、はい、といったところですかね、はい、さあその1万回以上と今お話がありましたが、やはり一番印象に残ったレースというと今日のレースになりましたか。そうですね、今節本当ずっと一戦一戦思い出のレースでした。まあこの1万回以上、ね、今日、はい、まあ、事前にお話を伺った時に、まあ、今節やっぱ特別な思いで来られたというお話がありましたね。さあ46年という長い選手生活となりました、まあ、そこには、ね、やはり選手として体力維持、まあ、ここが、ね、とっても大事なことだったと思うんですが、はい、まあ、これから後輩選手そして、ね、皆様に向けて体力維持の方法など、まあ、何か秘訣があれば教えていただければと思うんですがいかがですか。そうですね、僕はあんまり肉も食べなくて。あ、そうですか。野菜と魚が好きでした、はい、もうそれだけです。
まあ、お酒も飲みますけども、はい、食事面でやっぱり一番気をつけられていて、はい、まあ、内容も量も、そうですね、はい、それがやっぱり健康維持の秘訣といったところですか。みんなそうだと思うんですけどね、選手の人は、はい、分かりました。まあ、今節引退となったわけなんですが、まあ、引退を決意された決められたきっかけというのはいつぐらいというか、きっかけはありましたか。もう今年の初めにもうなん通用しなくなって自分の限界を感じてましたので、あ、まあ、今年中にはやめようという決心はしてたんですけども。あ、そうだったんですね、はい、夏にまあ、お世話になっているこの大村のレース場で終わらせていただくことができて、はい、よかったです。はい、コーチです、はい、はい、まあ、今そうおっしゃっている目にももう涙が光っていらっしゃいますが、たくさんの思い出がね、今蘇ってこられている方と思います。はい、先を越して引退されて、明日からは第二の人生のスタートとなりますが、はい、どうですか、どう過ごされると言いますか、ご趣味とかは終わりですか。そうですね、旅行をするのが趣味だったので、はい、またちょっと旅行に行きたいなと思ってます、うん、はい、これからじゃ第二の人生、まあ、旅行ね、ゆっくりと楽しむ、はい、まあ、今まではまあレースがあってその合間に旅行といった、ね、形だったと思うんですが、これからはまあ、ね、日々満喫しながらその中で旅行といったね、はい、はい、生活になられるかと思います。さあ、先ほど今節デビューされました新人選手2名から花束の贈呈もありましたが、まあ、そういった新人選手も踏まえて今後の長崎支部にまあ、期待することといいますか、何かメッセージがあれば小泉選手からいただけますでしょうか。はい、長崎支部の選手はみんな優しいんですよね、気持ちが。そうですね、まあ、そこがいいとこでもあり少し欠点かなと思うんですけど、はい、あ、もっと貪欲に行ってくれたらっていう気持ちもあるんですけど、うん、でもやっぱりこう優しくてこういい選手たちです、うちの支部は、はい、今ねお言葉にありましたように、まあ、優しいいいところでもあり、はい、まあ、欠点でもある、まあ、もうちょっと貪欲に、まあ、その中でもやはりもう支部全体を言えばとてもいい支部だという、いい支部です長崎支部は、ね、はい、うん、まあ、そんな長崎支部を引っ張ってこられた小泉選手でございます。さあ、今日こうしてその小泉選手のラストランをたくさんのお客様見届けてくださいました。最後に大村ファンの皆様へ向けてメッセージをお願いします。ファンの皆様、本日をもちまして45年6ヶ月の選手生活を無事終えることができました。最後の最後まで温かいお世話をしていただきありがとうございました。ありがとうございました。さあ、小泉秀人選手、通算優勝回数33回、大村では8回の優勝、あ、吉田一郎選手からねぎらいの花束が贈られました。他にも花束をお持ちのお客様いらっしゃいますので、どうぞお受け取りください。さあ、たくさんの方から今日は花束、お祝いの言葉、お疲れ様の言葉をいただきまして、小泉選手のお人柄が伝わるセレモニーとなりました。どうもありがとうございました。これからもこのボートレース大村、そしてこの水面を走る選手たちに温かいご声援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。力強い言葉でしっかりと締めていただきました。さあ、それでは小泉選手の退場でございます。今一度大きな拍手でお送りいただきましょう。46年間本当にお疲れ様でした。さあ、数々の名レースでファンの方を魅了してくださいました小泉秀人選手でございます。ありがとうございました。さあ、最後までその優しい笑顔をファンの方に送っていただきました。さあ、皆様方には最後まで温かいねぎらいの拍手で小泉選手をお送りいただきまして誠にありがとうございました。さあ、なおこの後引き続き優勝者表彰式を行いますので、どうぞ皆様方にはそのままお席でお待ちいただきますようよろしくお願いいたします。本日はオンボートレースお胸をお越しくださいまして誠にありがとうございます。以上で小泉秀人選手引退セレモニーを終了とさせていただきます。